眠いだけなんです。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ということで、こんばんは。今日は早起きをしたんです。なので眠くて今ちょっと30分ぐらい寝てました。眠かった。こんばんは。ということで、明日は僕の太陽公演です。待ってテンション低すぎるな。さやのちょっとここから上がってくんですけどね、ちょっと一回低いですけど、みんなちょっと一旦飲み込んでくれ。いっちゃちょっと待って、唇がガサガサ。一旦今さやが眠いことは飲み込んでくれ。本当に眠いんだ。多分15分もすればエンジンはかかってくると思うんですけど、ちょっと今すんごい眠くて、いや2日連続で3時間睡眠でちょっとめちゃくちゃ眠いんですよ。だからもう一旦それはみんなちょっと今最後すごく眠そうでテンション低いので一回置いといてもらって、こんばんは。明日は僕対公演なんですけど、なんか今日ね、今日もやってんですよね僕対ね。でそんなわけなんですけど、あのキアラさんがね体調不良ということで、明日ゆりさんも出るらしい。やばい、爆上げテンション。でもなんかさ、今日からセリ動くようになったんですよ。みんな知ってますか、劇場ってセリ動くんですよ。もうずいぶん動いてないのでね、皆さん忘れてるかもしれないんですけど、劇場ってセリ動くんですけど、今日から動き出したんで僕対動きがめちゃくちゃ変わるんですよ。練習し直さなきゃということで、明日は早めに劇場に入って練習しようかなと思ってます。こんばんは。と唇に血色がないからリップクリーム取ってくる。眠い。こんばんは。眠すぎ。はい、そんな感じです。なんで明日練習していかなきゃ。一回ね、なんか新公演っていうかさ、新チーム公演が始まるときに動くかもってなったんだけど、やっぱり調子悪かったみたいで動くなくって、やっと本当に動くようになって嬉しいですね。なんか結構劇場公演セリが動くからこそのポジションとか多かったりするんですよ。それをねセリ動かないバージョンに今変更して今までやってたんですけど、そうこれでまた元に戻ります。昨日の A 公演で言うとあれですからね、思
思い出すたびに辛くなるとか、めちゃくちゃセリ動く曲ですかね、あれ実は。そう、だったりするので、まあ英公演はね、またセリ動くようになってからいろいろ裏話しようかなと思ってるんですけど。こんばんは。僕体不安だな。手術公演でいうとピポハリケーンとかもセリ動いてましたもんね、本来は。そうだから僕体も動いてんだろうな。ちょっとあんまちゃんとどれが動いてどれが動かないかあんまりよく把握してないんですけど、ちゃんと勉強しなきゃな。こんばんは。僕体頑張ります。髪型何しようかな。こんばんは。眠い。今日のお仕事はね、6時ぐらいにお家帰ってきて、6時ちょい前かな、6時ちょい前にこんばんは帰ってきて、眠すぎてさっきダウンしてたんですけど眠すぎて一旦寝てみるっていう。でも今日配信終わったら洗濯して風呂入って寝ようかな。明日の集合が何時かちょっと分かんないけど、でもセリの確認するから早そうだな。ちょっと昼過ぎとかには集合になりそう。お便り大丈夫かな。なんかこの前ね、七高校すごい不安そうにしてたので、まあそういう時にやっちゃうのがお代理だからな。こんな後輩の心配なんて全然必要ないくらいね、できちゃうんですけど。でも明日はお代理とマリアちゃんと初めて一緒に出れるので、なんか美味しいパンでも買っていこうかなと。前ね、A 公演でマリアちゃんとセリちゃんと3人で初日迎えた時に、マリアちゃんが美味しいパン屋さんのねパンを、クイニーアマンだったかなをね3個買ってきてくれて、終演後にみんなで食べたんですけど、それがすごい粋だったので、次もマリアちゃんにお返ししたいなと思って、明日はなんか2人に美味しいパンか、カヌレが売ってれば、カヌレ、おだいりカヌレ好きだから買っててあげたいなと思いつつ、まあ明日の私にそんな元気があるかっていう問題でもある。今日かわいいね。そう、今日仕事で外出たのでかわいい服着ました。別にかわいい服着る必要のある仕事じゃなかったですけどちょっと目が覚めてきたらキッチンの方移動しますね。まだちょっと眠いんでダメですけど、なんか今日変な時間にご飯食べたから、夜ご飯という夜ご飯は食べてないけど、今お腹空いてないんだよな。でも絶対夜お腹空いちゃうんだよな。でもまあ食べないとこうかな。こんばんは。ちょっとキッチンの片付けがしたいんですけど、やる気が出ないので配信の力を借りてやっちゃおうって感じです。ここ数日ちょ
ちょっと洗い物溜めちゃってたんで、うん、こんばんは。なんか昼寝っていうか夕方寝したらすごい顔むくんじゃった。むくむく、こんばんは。今日足のむくみ半端ないんだよな。こんばんは。こんばんは。やばい、無限に眠い。なんでや。ちょっと水飲むぜ。配信聞きながら散歩してるってめっちゃ健康的じゃん。こんばんは。そういえば今日あんま動いてない気がする。あ、でも9500歩歩いてますね。イエーイ。1万歩弱歩いてました。こんばんは。でも3時間睡眠が2日続くとめちゃくちゃしんどいんやなって今更思った。当たり前のことを感じた。昨日あのあとね、結構頑張ってお風呂に入り、2時とかには布団入ったのかな。こんばんは。2時前には布団に入った気がする。でもまあ寝ついたのが3時だったんだろうな。なんかちょっと寝れなかったから、めちゃくちゃ眠いのに疲れすぎて逆に寝れないっていうさ、たまにない？めっちゃもうヘトヘトやのに逆に疲れすぎてて寝つけないみたいな。こんばんは。あれマジで何なのって思うんですけど、そんな感じでだったんで、結局は6時に起きたんですけど、多分3時くらいに携帯のアプローチがさ、いつ寝ていつ起きたか全部チェックしてくれてんだけど、2日連続で3時間何分3時間何分ってなっちゃって、うわーってなりました。そういえば8時間、1日8時間の睡眠が必要な人間なのに3時間しか寝ないとか死ぬやろって思いながら、でも今日なんか電車移動で一切 寝なかったし、なんか変なスイッチ入ってた。寝なすぎて逆に、だから家帰ってきてから限界が来て寝てたんですけど、そう、今日は早く寝れそう、さすがにね。今日も可愛いっす、ありがとう。でも明日僕隊でしょ、明後日し明後日がお話し会でしょ。3日間、お話し会は正直まあ座ってできるので多分そんな体力的にはきつくないんですよ。ただ一部からの日は早起きやなっていうだけなんで、まあいいとして3日間楽しみですね。明日の僕隊も夜公演だけだから、1公演だけだから全然負担ないし、まさか僕隊すごい苦手っていう、全然一生うろ覚え、一生なんか確証を持ってできないんですけど、なんかずっと不安なんですけど、何回出ても不安なんだな。こんばんは。でお代理とマリアちゃん出てくるのが嬉しいだにもかかわらず、なんとさやが僕隊に出ようと思ったきっかけのゆりさんも出るということで、気合い入れていかなければなりませんね。今日早く寝て明日早起きして練習して行こう、劇場行こうかなみたいな感じですね。でも今日足むくみすぎて明日動くか心配、やばい。
今日ね仕事でね長野に行ったんですよ。そう、新幹線乗って、だから早起きだったんですけど、なんかめちゃくちゃお盆だから絶対に新幹線混むじゃないですか。でマネージャーさんが新幹線の切符取ってなくて、なんか朝駅で買いますみたいな。絶対にさ埋まってるじゃないですか、席、指定席。そうだからね1時間半ぐらい立ちっぱで行ったんですよ。そうだから着く頃に足ムクムクでした。めっちゃしんどかったな。死ぬかと思った。こんばんは。で、あのね、北陸新幹線って輝き、白鷹、浅間って3種類あるんですけど、あ、厳密に3種類じゃないんですけど、まあ、東京発だと3種類あるんですけど、輝きは全席指定だから、指定席埋まったら自由席ないから乗れないんですよ。でもともとスケジュールでその輝きに乗る計画でスケジュールが立てられてたんですけど、切符取ってないから輝きそれは乗れなくて、2本ぐらい輝きを見送って白鷹の自由席で乗ったんですけど、から先方にも遅刻して迷惑かけるし、着くまでずっと立ちっぱやし、お盆は大変ですな。めちゃくちゃ悠々と座れると思ってたから、行きの新幹線で寝ればいいやと思ってたら、そんな甘い社会ではなかった。まさか切符当日買いとはね。まあ、全然いいんですけど。こんばんは。よいしょ。やっぱお腹空いてきちゃったかも。どうしようかな。そう、帰りはお詫びですって言ってグリーン車に乗せてくれた。人生初グリーン車今日再現したわ。帰りやった。みんな北陸新幹線のグリーン車すごいぞ。高いけどすごいぞ北陸新幹線のグリーン車は。なんかリクライニングが自動だし、足のところもこうフットレストがこうやって上がってきた。ガチすごい。感動した。それは初めてのグリーン車すいませんって言って、別にもともと怒ってなかったんですけど、あー全然全然みたいな。そうそうそう、全然怒ってなかったんですけど、マネージャーさんが気を使って全然行きのお詫びですってグリーン車取ってくれました。帰りはだからさすがに帰り立ちだったら多分死んでたと思うんですけど、あのすごいいい席に座らせていただいちゃった。すごかったです。でもさ、今日の食事がさ、なんかもうバグっててさ、朝冷やしラーメンみたいなやつ食べて、で朝7時ぐらいにね、7時ぐらいに冷やしラーメン食べて、で14時にこんにゃく畑のこの美大院ゼリーみたいなやつと、ベーグル1個食べて、で6時くらいに
サンドイッチを一つ食べたの。なんかもうさ、変な時間に、あ、よく考えたらちゃんと朝昼晩に なっているのか。そう、でもなんか変な時間に食べすぎて、なんかすごい変な感じだった。今日やちさん会議ありがとう。寝不足がたたって、ここにめっちゃ大きいニキビできてて痛いし、この辺にもどっかできてる。最近肌の調子悪いな。こんばんは。あ、でもね、ちょっとなんか今日時間なかったからお土産とか買えなかったんですけど、明日のね、よいしょ、明日の僕隊にお土産でも買ってこうかと思ったんだけど時間なくて買えなくて、帰りコンビニにパッて寄ってね、目についた善光寺バームって使ったんですよ。これ一個だけ買ってきた、自分用に。だから今から食べます、お腹すいたし。善光寺バーム。でもマネージャーさん善光寺のこと知らなかったんだけど、びっくりしちゃった。世の中の大抵の人は善光寺って名前ぐらいは知ってるもんだと思ってたら、え、善光寺って何ですか、有名な寺なんですかって言ってて、びっくらぽん、びっくらぽんでした。マジかよと思って。こんばんは。みんな知ってるもんだとおごり高ぶってた。しけんさんこんばんは。もうね、ご会長終わりましたよ。6月中だったかな。え、美味しそうじゃない、善光寺バーム。いただきます。うまっ。よく見ずに買ってきたんですよ、多分抹茶だろう、うまそうっつって。おいしい。なんか中にあんが入ってる。うまっ。栗だこれ、うまっ。中に栗が入ってる。うまっ。中のうまいな。こんばんは。うまい。うんうん。これは正解だ。みんな長野に行った時には善光寺バームを買ってくれ、抹茶が好きなら。ちょっと目覚めてきた。今日時間なくてさ、実家に帰ったりはできなかったからちょっと寂しかった。楽しかったけど、ちょっと久しぶりの長野、6月ぶりの長野。2ヶ月しか経ってないのか、そう考えたら。最後いつでもに実家に帰りたいのに。何個でもはいけなさそう。ちょっと重め、バームクーヘンだから。バームクーヘンって結構甘くて重めじゃないですか。1個で満足系だね。いやでも長野の方が昼間はもう暑さ一緒だけど、新幹線降りた時はうわ長野ちょっと涼しいなって思った。こんばんは。なんか長野って朝晩涼しいんですよ。
昼間はまあ35度とかまで上がっちゃったりするけど、朝晩めちゃ涼しくて、だから7時8時9時ぐらいに多分長野着いたんですけど、めっちゃでもないけど気持ち涼しかった。そう、あ、長野やっぱ涼しいやんと思ったら、普通に昼過ぎぐらいにバカ暑くて、うわ嘘だったと思って、朝晩普通に長野の特有の朝晩涼しいだけで騙されたと思って、昼間めちゃくちゃ暑いやんけって思いました。こんばんは。完全に罠にはめられたね。こんばんは。そんな感じで弾丸長野でした。昨日のね公演がなければちょっと帰るの遅らせて遊んで帰ろうかなと思ったんだけど、もう体が限界すぎてそのまま帰ってきちゃった。もう新幹線にそのまま終わった瞬間に乗ってこんな感じで帰ってきてしまいました。で帰りもねなんかドラマ見てた。最近ドラマにハマってんだ。なんかさ、お芝居の勉強でさ好き嫌いせずにいろいろ見ようと思って、で恋愛ものがね苦手なんですよ昔から。漫画とか少女漫画を読んでた小学生の時代から恋愛漫画とか苦手なんですけど、未だに恋愛ドラマとかも苦手なんですけど、まあ好き嫌いせずにいろいろ見てみようと思ったらね、最近見れるようになってましたね。成長したんですかね。なんか種類問わず別に見れるようになってきた。いいことですね。やっぱ勉強のためには好き嫌いしてる場合じゃないんで。それもゆいゆいみたいにテレビに出れるくらいの女優さんになりたいな。なんかさ、夢は口に出した方が叶うって言うじゃないですか。叶いやすいって。でもマジでみんなの公の場でこういう夢言うとさ、お前なんかが無理だろって絶対言われるじゃんって考えちゃうからさ、そういう恥ずかしさを感じなくなったら無敵なんだろうなってめっちゃ思う。そう、ゆいゆいだから出れてるけど、さやかな、高橋さやかになんか無理だろうって批判を恐れない気持ちが夢を叶える要素の一つなんだろうなと思うけど、未だに口に出すのはちょっと勇気がいりますな。そのメンタルがない。こんばんは。今日はマジ布団入ったら爆速で寝れると思うから、ショロもあったら急いでお風呂入ってすぐ寝れる準備して、もう11時とかには寝たいですね。早寝イズ健康ですから。そんな感じでちょっと元気出てきたんでキッチンに移動します。別に料理とかするわけじゃないんですけど、ちょっと待って、電気消しちゃった、間違えて。よし、あー立つとちょっと目覚めますね。よいしょ、うん、キッチンがね荒れているのでキッチン換気を整えていきたいと思います。
疲れ様です。こんばんは。こんばんは。わんこそば。よいしょ。かゆい足。ゴミとかも捨てに行かないとなと思いつつ、溜まっちゃうよね。サイがゴミを片付けていたら落ちてた。携帯がなんか映っちゃいけないもん映ってなかったかな。今大丈夫だったかな。危険です。ケンさんこんばんは。映っちゃいけないものいっぱいキッチンに置いてあったけど大丈夫だったかな。それが心配だ。こんばんは。大丈夫？そうだった。危なかったぜ。あ、ドアノブの生活かね。はいはい。よいしょ。よし、ゴミ袋のセット完了。こんばんは。綺麗になっていくとすっきりやな。僕もたまりにたまった資源ゴミ昨日捨てた。マジ資源ゴミたまるよね。超わかる。超わかる。それな。資源ゴミたまりがち問題。やばい、エクステつけたから死ぬほど髪の毛が落ちてる。エクステつけるとめっちゃ髪の毛抜けるんですよね。掃除もしないとです。この後この後洗濯して掃除もします。やることもりもり。部屋が綺麗になると気持ちいいですからね。あまり溜める前に掃除したいんですよ本当は。でも最近忙しいとついつい溜まっちゃいますね。こんばんは。公演したら落ち着けそう。まあそうですね。話し会2日間は話し会以外のことがないので多少落ち着ける可能性ですね。あーでも覚えなきゃいけない曲があるので、自主練は必要ですけど。こんばんは。よいしょ。よいしょ。次回次も楽しみ。あーと何だっけ、新曲の
新曲のお話し会二次受付昨日やってて、あれ今日までもうあれいつだったかわかんないですけど、あのやってるんで今みんな来てください。ちょっとツイートまたします。お話し会はマジで自分のツイート力が大事。さやがツイートをサボるとマジでかそるから、ツイート力マジ大事やな。こんばんは。これの振り付け覚えるときは動画を見るの？そりゃそう。お話し会はいつかお邪魔したいと思います。いつかだとさや卒業しちゃうかもしんないよ。全然予定ないけど、マジでいつかって思ってると絶対後悔するから来れるうちに来てほしい。別に卒業しないんだけど、なんかそういうファンの人をよくいっぱい知ってるメンバー、他のメンバーのファンの人でさ、わあいつか行こうと思ってたのにみたいな、めっちゃ声を聞くから、マジでいつかはやめた方がいいと私は提唱しているよ。あ、別に今の卒業に匂わせとかじゃないんだよ、ガチの。あんまり否定すると逆に悪影響か。そう、一般論としてマジでいつかっていう考えやめた方がいいぜ、他のメンバーに対して。なんかさ、あんまりさメンバーにさ卒業のさ相談とかされたことないんですよ。多分一度もないんですよ。卒業発表前になんか卒業すんだよねみたいな言われたことほとんどなくて、だからいつもさ、さやはさサプライズなのメンバーの卒業って、ファンの人と一緒に知るの、えみたいな、知らんみたいな。そう、やっぱ別れが突然なんだなってメンバー、他のメンバー見てると思います。こんばんは。寂しいですね。こんばんは。直近のいつかです。じゃあ次のシングル来てくださいね、待ってますよ。約束。そうだね、アイリくらいかも。事前に卒業発表いついつするんだって言われたの、マジでそれぐらい。なんか人望なさすぎて。さやなら誰かに言う？さやは結構自分のこと何でも人に話したくなっちゃうタイプなんで、結構言っちゃうと思う。卒業発表前に卒業考えてんだよねって絶対言うと思うわ。誰に言うとかはその場のノリだけど。さやは多分すぐ言っちゃうと思うね。でも逆に誰にも言わないっていうのもかっこいいなと思って思ったけど、絶対にさや無理だなって、黙ってらんねえなって思った。でさ、人のさなんかこれ誰にも言わないでねみたいなのはさ絶対に守れるの。別にさや多分あんま人に、他人に興味ないから、他人の秘密とかは全然誰かに言おうと思わないんだけど、自分のことさ、自分のこと大好きで自分のこと大好きだからさ、こう見えて、だから自分のこと何でもみんなに知ってほしくてさ、何でも自分のこと喋っちゃうんですよね。そう、だから隠し事ない、マジで垂れ流し、ちゃんの中身垂れ流しで普段生活してる。置きっぱなしのコップを取ってくる。こんばんは。こんばんは。そんな重たい話じゃないんですけど、普通に今ショールーム見に来てくれる人は、来てくれてる人はマジで次のシングルのお話し会頼むから、1枚でもいいから来てくれ。さやはそろそろ完売を出さないとまずいんだ。
メンタル的に。こんばんは。こんばんは。トミさんギフトありがとう。こんばんは。よいしょ、お話がいっぱい来てね。あとエイズの日のグッズも買ってね。さやのやつやろたのです。こんばんは。よいしょ。そんなこんなわけで明日僕体か。ちょっと体回復させとかないと絶対にしんどいな。ちょっとストレッチするかな、後で体ほぐしとかないと。本当に今日足パンパンなんだよね。めっちゃ靴下の後残ってた。そう、こんばんは。てけんです。こんばんは。みんな夜ご飯食べましたか？みんな何食べるんだろう夜ご飯。気になる。こんばんは。こんばんは。膝は大丈夫なの？さやは膝は壊してないよ。別に膝を壊したことはありません。今日カルボナーラ、うわー、カルボナーラ食べたい。牛丼、鮭の西京焼き、マグロの刺身、いいですね。こんばんは。救急車だ。みんななんか良さげな夕食を食べてる。いいね。それは野菜食べないといけないけど、最近サボってるので、明日は野菜いっぱい食べようかなと思っています。こんばんは。明日は劇場行く前に一回ショールームして。劇場帰ってきてから配信って感じに、2回配信方式で行こうかなって思ってます。こんばんは。こんばんは。皆さんこんばんは。なんかお腹空いてないような気もするけど、お腹空いてるような気もする。なんか不思議なお腹してる。やだな。この日の鍋何作ったんだろう。もう数日前の鍋今洗ってるんだけど、何作ったのか何も覚えてない。これ何作ったんですかね。カレーうどんだ、思い出した。この日カレーうどん、やば、カレーうどん作った時の鍋まだ残ってんの、やば。せーの、サボり
値高すぎ。あ、今日ねほうじ茶フラペチーノ飲みましたよ。そう、朝ちょっと家を早く出て、ちょっと早く出てスタバに寄ってた。こんばんは。今日は少ない方ですよ。全然洗い物棚に物がないから、ただサイがすげえのんびり洗ってるっていう、めちゃくちゃのんびり洗い物してるってわけです。よし、湯で15分ぐらいですね。並んでましたか。いや朝一だったんで誰もいなかったです。店員さんも暇そうでした。よーし、おわっぴー、おわっぴよし。明日用にサラダでもちぎっておきますか。あ、そうさ、またさ、ずんだが食べたくてさ、枝豆買ってきたんだよね。そう、またずんだでも作ろうかな。普通に茹でておつまみっぽい枝豆にすんのもありなんだよね。普通の枝豆にしようかな。お酒飲まないけど、ちょっと今から暇だから茹でるわ。明日食べれるように。今洗った鍋をそのまま使おう。よいしょ。枝豆普通になんか食べるの好きよ。じゃあお酒弱いからさ、なんかお酒飲むのあんま好きじゃないんですけど、なんか具合悪くなるから、そうなんで普通に飲まずにつまみだけ食べるのが好き。こんばんは。よっ、湯を沸かします。強火で4分から5分茹でたら、直接ザル等に広げ、お好みにより食塩をまぶしてお召し上がりください。 OK。 塩を鍋に入れよう。これ塩ですね。塩大さじ2ですね。美味しい枝豆作りはここで塩をケチらないことですね。さあ沸騰まで待ってる間に、あーなんか腐ってる枝豆いるな。枝豆の選別をしていきます。昨日買ったばっかだから腐ってると困るんですけど、
んばんは。よし。で、なんかすごいうろ覚えの昔見た知識だけど、枝豆のここをチョキンって切ると塩味がつきやすかったような気がするので、お湯が沸くまで時間かかりそうなんで手間暇かけていきたいと思います手間暇かけていきます。なんか枝豆の毛取るために塩もみした方がいいんだっけ、なんか忘れちゃったな作り方。枝豆の毛がそんなに気にならなかったら別にいいのかな。枝豆の美味しい作り方知ってる人いる？こんばんは。さやは全然詳しくないんだ枝豆の茹で方。こんばんは。今日も可愛い、ありがとう。こんばんは。両方ちぎって塩もみすると美味しくできる。両方ちぎんなきゃいけないんだ。両方ちぎってみよう。まあそれは両端から塩味入れた方がうまいか。それは当たり前だったか。よいしょ。そう、お湯たっぷり沸かした。こういう時はたっぷりのお湯の方がねうまいからね。そう。たっぷりのお湯ね沸くの時間かかるんで、待ちながら手間暇かけていきたいと思います。よいしょ。いいですね。なんかこういう単純作業の手間暇かけた料理大好き。なんかすごいいろいろさ、もっとなんだろう、あれやな、なんていうの、中華とかみたいなさ目に見えて大変な作業とかの料理も好きだけど、こういう小さな積み重ねがうまくなる系の簡単料理大好きよ。やんなくてもいいけどやった方がうまいみたいな。ずんだが食べたくて枝豆買ってきたのに普通に塩ゆで枝豆食べたくなっちゃった。よいしょ。野菜って洗いますか？なんか洗わなくていいって書いてあったら洗わないかな。よいしょ。やばい、枝豆の量多すぎてもう疲れてきちゃった早い。そう、ずんだは枝豆をペースト状にして砂糖を入れてより滑らかにしたものなんですけど、
仙台の郷土料理ですね。やばい、カットするのめんどくさくなってきた。こんばんは。えぐい。え、そんなずんだって知名度低いの？さよ、マジずんだの知名度低いのがさよびっくりなんだけど。みんな存在ぐらい、食べたことはないけど存在は知ってるぐらいの食べ物やと思ってた。あんまみんな和菓子とか興味ないんですかね。私が和菓子好きすぎる。もしや団子屋さんとか行くと大体出会うけど、みんなそんなに日常的に団子屋さんにもしや行かない？さえは好きすぎる。お腹空いちゃったな。でも夜ご飯にしては遅いんだよな、時間が。困りましたね。こんばんは。やばい、お湯が沸きそうなのにさやの枝豆カットが終わらん。もうそろ沸いてしまう。こんばんは。やばい、左肩凝ってきた。完成品見せてくれるのかな。ただ茹でた枝豆だから別に見せるほどのものではないですけどね。みんな居酒屋で死ぬほど見とる枝豆が出てくるだけだよ。今日はただの枝豆の塩茹でですから。確かに団子屋さんさ、閉店早いよね。すぐ売り切れちゃう。仕事終わりとか行くと絶対に空いてないよね。わかるー、めっちゃわかるー。やばい、めちゃくちゃお湯沸いてる。火弱めるかどうかしなきゃ。よし、切り終わった。ちょっと一回火を弱めて、塩もみしよう。塩もみ。こんばんは。塩もみすんならもうちょっと大きいお皿に入れればよかった。こんばんは。
しょ。さあ、枝豆の下処理正解が分かんないか、今ノリでやってる。記憶の片隅にある、まあ合ってるかなっていう下処理をノリでやってるから、別にめちゃくちゃ意味ないことをしているかもしれないし、もっといいやり方があるかもしれないけど、ノリで今言ってます。ちなみにね、こんばんは。みんなこんばんは、ありがとう、こんなまったり配信を見に来てくれて。こんばんは。めちゃくちゃお湯沸いてんだな、さっきから。よし、よし、茹でていきます。よいしょ。ビール飲みたくなってきた。嘘でしょ、まだみんなに枝豆1ミリも見せてないのに。気が早いって、それは。茹でたお湯にさ、物を入れるときって絶対飛ぶのが嫌なんだよな。火を強くして、まあ5分から10分ぐらい様子を見ながら。でも最後はちょっと枝豆固めが好きだから、5分ちょいぐらいでいいかな、茹でる時間は。じゃあちょっと出たライム洗っちゃおう。まあ、なんか枝豆にはビールっていう風潮あるよね。さあ、ビール飲めないから絶対に飲まないけど、カシオレとかしか。でもさ、カシスがあんま好きじゃないから、ピーチオレンジとかがいいけどね、本当は。ない店多い、カクテルない店多い。こんばんは。働き者じゃないですよ、ただただ食いしん坊だから、美味しいもんが食べたくて。あとさ、料理が趣味なんでね、キッチン立ってるの楽しいんですよ。だからこんな遅くに謎のキッチン配信しちゃうんですね。こんばんは。いや、カシスウーロンさえダメなんですよ。ウーロン茶が甘いのめっちゃダメで、なんか多分紅茶っぽくなるじゃないですか、ウーロン茶となんか甘い飲み物混ぜると。それ紅茶が飲めないから。そう、歯が丈夫でないので柔らかめでお願いします。別にこれはみんなに食べさせるやつじゃないので。よし、お水汲んでこよう。喉乾いた。甘いサワーダメですね。サワー悪酔いするからダメですね。気持ち悪くなっちゃう。まあカクテルも気持ち悪く、2杯目ぐらいから気持ち悪くなるからバカ弱いんですけどね。水うま、もうただの水でいいもん。もう極論、超極論だけど。こんばんは。食洗機楽だよ、知ってる。でも食洗機置く場所なんてこんな狭い家にない。以上。こんばんは。
いじゃん。いつか食洗機が置けるくらい大きな部屋に住めたらいいですね。こんなペーペーは住めないです、こんな大きな家に。よいしょ、こんばんは。そうだね。よいしょ。日本酒の飲みっぷり。日本酒ってあんまガブガブ飲むもんじゃなくない？今さ水ガブガブ飲んだけど、日本酒ってガブガブ飲むもんじゃなくない？飲むもんなの？あんまガブ飲みするイメージないけど。よいしょ。でも夏はマジで冷たい水が最強やと思うわ。結局ね。作ってるんですか今。枝豆を塩茹でしてます。料理というほどの料理はしてない、ただただ枝豆を丁寧に茹でています。でもさ、飲めないお酒しかない。日本酒も飲めない、ワインも飲めない、ビールも飲めないし、焼酎も飲めないし、あと何があるの。マジでさ、甘いカクテルしか飲めないの。オンリーオンリー。サワーも飲めないし。こんばんは。ウイスキーとかもダメだから、ハイボールもダメですね。ハイボールってね、ウイスキーとの割じゃないですか。無理っすね。今日なんでおしゃれだな。え、おしゃれに理由が必要？おしゃれさせてよ。別に私服の時は可愛い服着てるけど、普段それは理由がないと可愛い服を着たらあかんのか。こんばんは。ほろ酔いはなんか一缶飲めない。最近ほろ酔いも一缶飲めない。なんか途中でなんか炭酸があんま得意じゃないから、なんか嫌な気分になっちゃう。もういいやみたいな。そう、美味しい日本酒飲んだら余る。いや、マジで飲めない。それは飲める人側の意見だよ。美味しい〇〇に出会ったら変わるよみたいな。それは酒飲める側の意見だよ。マジで酒飲めない人はマジで飲めないからさあ、ちょっと茹で具合チェックタイム。ちょっと流水で冷まして。いただきゃー。うん、あ、めっちゃいいじゃん。ちょっと塩味足りないけど、うん、オッケー、できた。うん、ちょうどいい。柔らかすぎないし硬すぎない、一番ちょうどいい。むしろちょっと柔らかめかも。でもうまそう、うまそうだ。よし、あ、なんか豆だけ出てきた。
ぎかもね。向けてるわ、いくつか。うん、うまい。塩もみしたから産毛も取れてるし、入れすぎてさ、すでに豆出てきてるやつあるわ。それの吸湿だけしとこ。あ、うまい。塩味いいわ。ちょっと居酒屋さんのとかよりはしょっぱくないけど、薄いけど、別に何かと飲んで食べるわけじゃないから、うまっ。最高。完成。よし。試験です。こんばんは。はい、今テフロンが死ぬことしました。まだ鍋食べてないのに水入れました。こんばんは。枝豆いいね。なんか手間暇かけるとうまいわ。けんさんこんばんは。今何時？20時半か。そう、枝豆茹でたの買ってきたから。やばい、無限に食えるな。うん、いい感じ。昨日は代打お疲れ様、かっこいいね。お、ありがとうございます。そう、昨日はね、2公演びっくりしちゃったよね。平日だからさ、めっちゃ1公演だと思ってたらさ、2公演になった。びっくりしちゃった。でもなんとか駆けつけられてよかったです。ちょうど何の予定もなくってよかったです。ちょっと夜更かししてたので焦りましたけど、朝までドラマ見るのはみんなやめましょう。いくら次の日が休みだからって。普通に健康に悪いし、急に仕事が入った時に詰むから。よいしょ。シアターの女神に近づいてるね。え、マジでゆりさんの背中を追ってきた。そう、ゆりさんの背中を追ってきたからね、嬉しい。これからも追い続ける。いや、5時に寝て、ね、あのパフォーマンスはすごすぎ。そう、3時間半ぐらいしか寝てなかったからね。なんか友達にね、そう、ドラマおすすめされて見てたんです。珍しくね、一気見しちゃったんです。朝までやらかしい。逆にアドレナリン出る。確かにそれはね、あった。でも2公演目めっちゃきつかったけどね。昼と夜公演の間が一番きつかった。もうなんかこんなんだった。寝てたし、1時間ぐらい寝たし、間で。昨日はスター僕大公演。え、そう、明日ゆりさん出るんです。そう、今日別のね、私が別の仕事あって僕大出れなかったんですよ。だから最悪と思って、
せっかくゆりさん久しぶりに出るのに一緒に出れないなんて、それが僕と覚えた意味ってなったんだけど、なんか明日ゆりさん、キアラさんの代わりに出るらしくて、まあちょっとね、キアラさんの体調が非常に心配ではありますけれども、個人的にはマジで念願、マジもう明日が訪れるという事実だけで僕隊を覚えてよかった、完全によかった、覚えた回、生きれる、生きる回言い過ぎ、それは言い過ぎか、まあでもあんま大げさではないです、ガチガチめにね、結構ガチめに、そんな感じ。マジで嬉しい、どうしよう、頑張ろう。久しぶりじゃない、あれでしょ、鉄なの千秋楽以来でしょ、そう、鉄なの千秋楽以来一緒に公演出れるの、むしろ一緒にステージ立つのがそもそもそれ以来じゃね、もしやカラーズ出る予定だったけどゆりさん出れなくなっちゃったから、やば、嬉しい、本当に嬉しいの、さやは、だってさやはそのために僕隊を覚えたんだから、ゆりさんと出るため、そのモチベそこだけで覚えたからね、そう、僕隊のモチベガチでそれしかなかった。覚える前まではね、なんか覚えてからはなんかいろんなメンバーさんと一緒に出れて喋れて、お、覚えてよかったなポイントはめちゃくちゃ増えたんですけど、覚えるまでのモチベはマジそこやった。755のびっくりびっくりびっくりが物語ってる。なんかもう、まあ、あの時ちょっと眠かったんですよ。眠い中、あ、ショールームの告知しなきゃなと思って755開いたら、みんながゆりさんが僕と明日出るよみたいな、ゆりさんピーチ板で出るよみたいになって、眠い中、眠いさやかちゃんの頭を頑張って動かして、え、明日ゆりさんが出る、でも今の脳みそでは言語化できない驚きの表現だけしとこう、びっくりびっくりびっくりみたいな、その葛藤でした。そうっすね、嬉しいね、最近体調不良のメンバー増えてきちゃったから、またみんなには健康でいてほしいから気をつけてほしいね、まあ自分もですけど、自分もですしね、皆さんもですけどね。でもさ、劇場出るときは劇場公演終わったら毎回手洗いうがいちゃんとしてみたいな、結構ちゃんとねあれなんですよ、できる限りの対策はしてます。そう、実はね、元気あり余ってて困ってるあり余るぐらいがいいよ。え、明日の公演頑張るためにさ、サンリオの靴下もう一個開けるね。昨日急遽公演頑張るためにマイメロディーの靴下履いたんですよ。明日はポチャッコを履こう。ポチャッコ、かわいい、やばい、それさ、二十歳になってさ、なんか女の子らしいかわいいに目覚めちゃった。なんか今までそこを通らないできたのに、女の子らしい可愛いをさ通らないで育ってきたのに、二十歳になって目覚めてしまった。明日のお供はこいつだ、キャワ。可愛いよね、よいしょ、明日の着替えとか置いとこう。Yeah.
そう普通にさ最近体調崩すの普通熱中症とかもあるから怖いよね。熱中症も怖いしマスクしてるからね。みんな気をつけてください。本当に私も気をつけますが皆さんもね。こんばんは。よいしょ。マスクもサンリオにしようかな。おだいりとマリアちゃんいるし。これ大きいかな。なんかでも大きそうだな。クロミちゃんのマスクがあるんですよ、さやには。これいただきました、サンリオさんから。明日これつけようかな。ミーハーすぎ。こんばんは。影響もろ受けてる。ピューローズさんにお世話になってから。こんばんは。まあでもぼちぼち今日の配信終わりにしようかな。もう9時になるしね。ねえ。やることもなくなっちゃったし。なんかやることあるかな、キッチンで。何も思い浮かばないが。何もないかもしれないな。何もないわ。明日写真待っているね。さやが人見知りというか緊張考えすぎて咳出ちゃった。緊張せず写真を撮ってって言えるかどうか見ものですね。ね、そこが見ものです。さすがに言えるか。頑張って。ありがとう。これマスク不織布ですよ。これ頑張ってください。ありがとう。やべえ、何に対しての頑張ってだろう。明日の僕隊に対してかな、それともゆいりさんと写真を撮ることに対してかな。頑張って写真撮るぜ。あ、昨日ね僕隊、あんまりメンバーとはあんま撮ってないですけど、メンバーの私の携帯にはないんですけど、メンバーの携帯にいっぱいサヤとのツーショット載ってるんですけど、サヤの携帯でちょっと昨日メンバーとは撮らなかったんですけど、一人の自撮りはいっぱい撮ったんで、なんかまたいろんなとこ載せます。冷蔵庫の中身が見たいです。見せれるような冷蔵庫じゃない気がする。あんまりちょっと綺麗じゃないですね、残念ながら。物が多すぎて溢れ返っとる。え、さ、いまだに全然ゆうりさん緊張するで。そう、緊張する。なんか好きすぎて多分嫌われたくないって思っちゃうから、なんかすごいいい子でいようとしちゃうバカなんだけどでも好きすぎるとそうじゃない？なんか素出せんよね、好きすぎるがゆえんの。そう、さやもずんちゃんみたいな感じでさ、なんか行きたいんだけどできない。つんちゃんどうやって仲良くなったんだろう。うわぁ、いつも仲良くなりたいのに困ったな。だ、嫌われたくないって思っちゃうともうダメだよね。緊張しちゃうよね。あ、これ言ったらどう思われるかなって考えるともうダメですよ。コミュ力激落ち。こんばんは。困ったね。これはね、長年のもう村山チーム4に所属してから長年の悩み。嫌われたくなさすぎてコミュ力ゴミになるっていう。そう、あ、でもね、ゆいりさんのさ写真集が出るじゃないですか。
写真集のインスタがすごく良くてみんなにすごい言いたかった写真集の公式アカウントがインスタにあるんですけど、さすがに可愛すぎてインスタ流れてくれたりうっってなります。ちなみにさえば今インスタの更新ずっとサボってます。近々更新します、すいませんこんばんは。明日の僕隊の MC も頑張ってね。そやさ、キアラさんとさ僕隊出たことないですよね。誰と同じだ、キョンちゃんかな。リーさん2つポジションやってるから明日どっちのポジで出るのかちょっとよくわかんないんですけど、誰ポジかわかる人みんな教えてください人頼み。今 LINE 見れば絶対わかるけどな、僕隊の LINE 見れば絶対わかるけど今 LINE 開けないから。こんばんは。なんだろうな、僕隊さなんか曲中にめっちゃ絡みあるポジションとマジで絡みないポジションがあるんだよな。そう、そう、キアラさんの代わりだからキアラさんのポジションなのはそれは知ってるんだけどさ、キアラさんと出たことがないからキアラさんのあれが分かんないんですよ誰か。そうだから今聞いてんの。キアラさんのポジションはそれは知ってる誰と一緒なんだろうな。多分さやかさ僕隊出始めたのまだ最近だから、あまみんなも僕隊に詳しくないよねきっとね。きょんちゃんまずいね、いっぱい絡みあるな、緊張しちゃう緊張しちゃうな、どうしよう。レイダウンとかそもそもあれやな、ドリーミングガールズでも目合うしな、緊張しちゃうね明日。違う意味の緊張しちゃうね。今までは僕隊ちゃんとできるかなの緊張、不安緊張みたいな感じだったけど、なんか緊張しちゃうね。めちゃくちゃキョンちゃんと目合ってるイメージあるんだよな僕隊。あれ、頑張ります。絶対にヘマできないからめっちゃ練習してこ。困った。ポリ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 。ね、嬉しい悩みだよ。どうしよう。楽しみだな。楽しみだね。楽しみ。楽しみだね。ドキ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 。こんばんは。緊張してきちゃった。どうしよう。明日緊張しちゃう。でも明日きっとセリ動くようになって初めてのメンバーも多いし、そもそも初日のメンバーも多いからリハは多分いっぱいするからリハで。全部確認できるから私も助かる。マジさ僕隊何回出てもさ安心できないんだよね。そう何回出ても不安むずい。やっぱレッスン受けてない自分で覚えたやつだからなんか抜けるの、いや抜けるのも早いんだよね。そう覚えるの覚えたはいいけど抜けてっちゃう。緊張すんの早いだろ。それだそれなそれなそれな。スナックかわいい。これはリズリさんだっけ、わかんない、どっかで買いました。どこですかこれ買ったの、全然覚えてないや。
タグいっぱいつけすぎて。ちょっとどこの服かわかんねえわ。こんばんは。こんばんは。明日髪型何にしようかな。水釣りそうじゃないかも。待って、ワンピースと同じとこで買ったからワンピース見たらいいんだよ。さあ、君はどこの服だい？違った、ダズリンだったわ。じゃあマジブランドわかんなすぎて全部一緒だと思ってた。ダズリンです。ダズリン、ダズリンでした。不正解、残念ながら不正解でした。タズリもリズリさんもまあ一緒やろこんばんは。それはファッションブランドに怒られるな。違うんだよマジで。ブランド詳しくなさすぎてわかんないんだって。何にも何にもわかんないの。最近やっと読めるようになってきたんだから、ちょっとずつ。ファッションブランド難読すぎるからやっと読めるようになってきた。まあそんな感じで1時間半ぐらい喋ってしまいましたので、そろそろ終わりにしたいと思います。明日も頑張ります。ちょっちょねえさあ、ちょっとごめん、終わるって言ってからもうちょっと話したくなったから、もうちょっと話していいですか。昨日の僕隊じゃない英公演の話しようと思ったんだ。昨日の英公演ね、今日新幹線の中でね DMM 見てたんですよ。ちょっと全部ではないですけど、見たいとこだけこうかいつまんで見てたんですけど、マジ痩せたよね。え、それアンコールの衣装、ついにね、通常のこうやって立ってる時ね、こうちょっと前かがみとかなったらあれですけど、通常って立ってる時お腹に肉が乗らなくなったんですよ。イエーイ。むしろ今まで乗ってたのがちょっと恥ずかしかったんですけど、わっしょい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 。そう、痩せました。そう、いやし、なんかいろんな衣装がブカブカになってた。やった。これは何の踊りかっていうと、エイトの日の昼公演でやった好き好き好きの好き好き好きのね、 A メロにねこういう振りあるんですよ。これで移動するの。そういえばわっしょいわっしょいって覚えた。なんかね、チャ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 みたいな。これで移動したの。ちょっと歌は全然覚えてないわ。なんだっけ付き合って2ヶ月は経ったけど何にも起きない私たち、ダダ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 ダ。キスだあてありなのに、ちゃんちゃんちゃん友達だね、ダダ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 でね、A 公演でね、何の話しようとしたか忘れちゃったじゃんね。ほんでも見てて、あ、でも昨日はなんか思い出すたびに辛くなるをちょっと感情をいつもより込めてみたんだよね。だけどちょっとうまくいったかどうかよくわからなかった。こんばんは。あとそのままではなんか昼も夜もなんか謎に緊張して間違えちゃったそういえばびっくりした。
今までミスったことないところでなんか2回連続ミスっちゃった。気をつけます。あとね、まあでも楽しかったな昨日。そう、昨日楽しかったです。でもやっぱさ、こう急遽出るとさ、ファンの人がいないじゃん、さやの、さや推しの人が。ちょっと寂しいよね、こうあぶい感が。もちろん A のファンの方ってそういう優しいから、すごい拍手してくれたりとか、なんかお見送りの時になんか頑張ったねみたいな、頑張ったすごいぞみたいなね、アクションしてくれる人すごい多いんですけど、やっぱサイリン推しの人がいないとちょっと心細いなとちょっと思いました。ちょっとね、ちょっと思いましたよ。だからみんながいるとやっぱパワー出るなって思いました。サイリン推しパワー、はじめまして、はじめまして。そう、やっぱファンの方は必要不可欠ですね、公演は。急遽出るのも楽しいんだけど、2公演はでもさすがに寂しかった1公演だったらまあ今日だけだなってなるけど、2公演はさすがにファンの人1人もいないので寂しかった。まあでも1人ね、なんか多分さやが出るってなって、さやのね、そう、あのうちはね、なんかわざわざ持ってきてくれた人がいたんですよ。めっちゃな、あれ2年か3年ぐらい前のうちはだったと思うけど、そう、優しかったですね。そう、赤祭の人は多分ねミヨンさんのファンかな。ミヨンさんの推しサイリウムがピンク赤なんですよ。だから赤サイは多分ミーヨンさんファンでしたね。いや楽しかった。いや昨日ねサキポンとめっちゃ喋ったのよ。なんか楽屋の席が隣なんだけど、昼と夜の間普通に多分30分ぐらいサキポンとずっと喋ってた。そう、そうです、一緒に喋ってたよ、仲よっぴ。あと一緒に帰った。そう、一緒に駅で電車待って一緒に帰ったよ。そう、仲良しだね。こんばんは。でもさ、正直明日誰が出るかよく分かってないんで、後でちょっと確認しようと思って。おだいりとマリアちゃんとゆりさんが出ることしか知らないやば。まあそんな感じにちょっと栄光の話もできたので、そろそろ終わりにしますね。ランキング読みます。13位、つなちゃん、ありがとう。つなちゃんだって、つなさん回ってるか。つなちゃんありがとうございます。12位、スノーさんありがとうございます。11位、ヤスさんありがとうございます。10位、ワサッピーさんありがとうございます。9位、ともつさんありがとうございます。8位、ラピスさんありがとうございます。7位、ポクレンパサランさんありがとうございます。6位、マンダリンさんありがとうございます。5位、バイコゾウさんありがとうございます。4位、マコトノスケさんありがとうございます。3位、トメさんありがとうございます。2位、ヤチさんありがとうございます。1位はケラさん、ありがとうございます。では明日の僕隊来てくれる方は気をつけて来ていただいて、オンデマで見る方はもう目をかっぴらいて見ていただいて、リアタイできないよって方は日が回ったら見てください。よろしくお願いします。頑張ります。ではおやすみ、バイバーイ。